京都東山36方の最南端に位置するところに京都伏見稲荷大社があります。大鳥居をくぐると正面に楼門が現れます。1589年、豊臣秀吉の造営で、ここには母の病平癒を祈り、秀吉の命乞いの願文が残されています。楼門をくぐって進むと、正面に本殿が現れます。本殿前には、左右に狐様が本殿をお守りしています。特に左の狐様は、金色に輝く稲穂をくわえています。その奥の本殿は、1468年に応仁の乱の陛下で焼失し、1499年に再興されました。社殿は稲荷造りと言われています。今日も世界各地から商売繁盛、五穀豊穣を祈る参拝者と、赤い千本鳥居をアメイジングと観光客が押し寄せています。この神社は海外観光客のインバウンド日本一ということです。また右横には神楽殿があります。本殿の奥に神々が降臨される稲荷山三の峰、二の峰、山頂でもある一の峰にお参りする千本鳥居の参道があります。海外の観光客であふれる千本鳥居をくぐって、まず奥社法拝所にお参りします。なんと不思議な体験です。海外の人には本当にアメージングの空間です。
そこら中で記念写真が撮られていました。海外観光客のインバウンド日本一も納得です。伏見稲荷大社から千本鳥居の道は往復歩行時間約2時間歩行距離約 4km のウォーキングコースです。奥社法廃所に着きました。ここは一般的には奥の院と呼ばれ、稲荷山を遥拝するところです。社の右奥に重軽石があります。一対の石灯籠で、この灯籠の前で願い事の成就を念じて、石灯籠の空輪にあたる丸い石を持ち上げ、その時に感じる重さが自分の予想していたよりも軽く感じれば願い事が叶うとのことです。今日も行列ができていました。皆さんの願い事が叶えられますように。そして社殿の横に狐の絵馬が人々の願いを神様に伝えていました。